どうも。ね、メーカー同じ。コーガ。まあ、M4 タイプですよね。M4 タイプなのに、サブマシンガン。これ、同じじゃないですか。形違い18って書いてます、はい、こっち、あ、こっち18。あ、やっぱな、お、やっぱりこのプラスチックの説明書、はい、プラスチックっていうかポリの説明書。このシャックルいいんじゃないの。サイトついてるよ。え、ただこう差し込むだけですね。違う、溝あんじゃない。ちょっと見た方がいいよ。いや、溝ないんですよ、これ。さらにこれ、ガリガリいく感じ？なんかパキって言ったよ、今。やめてよ、俺、打つ前に行こう。何今パキって。あ、こっちか。割れたんだ。何割れる？差し込んだら割れる。どういうこと？フィギュアついてない。あ、もうついてない。何ガラス、何ガラスもない。ガラスもない。何それ伊達メガネじゃん。これやべえなぁ。なんだこれ。でもこれ、何にしてるの。これ加藤式じゃない。でもあれ、サイト。あ、でも電池入るようになってる。でも、あれかな、国内の法律で。これ多分、加藤式じゃないこれ。ちょっと、一回。立てたらさ、立てた。あ、なんかおっかねえ。立たないっちのもすごいけども、当たったけどさ、これさ、明らかにさ、これの高さとこれの高さ違うよね。あー。こう構えないといけない。こうちょっと上の。あ、もともと、なんか飛ばないから上向きだよね。いや、上げるもクソも、あ、どこで合わせてるかわかんないよ、これ。サイト邪魔くさいじゃん。サイト邪魔。サイト邪魔くさい。加藤式のフロントとリアのサイトがついてる。あ、そして、やっぱり、さっきと同じで、タンク式ですね。すぐ伸びるじゃん。すぐ伸びじゃないの。伸びないっす。やばいなぁ。やばい気持ちがしないなぁ。あ、これはここで。そうしよう。音はいいですけどね。バインとか言わないし。何やつ出たよ。あんま出ないっすよ。出てる出てる。出た出た。出ました？3発9なんて。弾速チェックすらまともに取ってないのか、これ。27.6。この銃は死にたいだな。もう2発もポロポロしてる。これひどいな。12で撃ってみますか。はい。当たらない。このサイト狙って撃ってるはまず無理で、弾が何だろうな。12使っても0.2使っても多分変わんないです。同じです。で、球弾不良が2発装填3発装填ザラ。これも使えないかな。これサバゲー持ってったらちょっとやばいやつだと思われる。まあ、同じっす。クソ銃。ひでえな、これ。それでも、互換性あるんじゃないの？うわ、バカバカ。20ミリではないです。明らかに細いっすもん。そこだけ20ミリだったんだ。だから、あったところで、結局何もないから。飾りだね。飾りっすよ、ほんと、飾り。だって、これなくたって、見える風景一緒っすもん。いいのはね。倍率これあり、なし、出し変わんないの。なしの方がいいんじゃないっていう。これ逆につけたって変わんないですよ。あ、逆だったんじゃないの。なわけないじゃないですか。いらないっす。あ、そう。ベースは一緒っすよ、やっぱり。仕組みが一緒だから。いや、まあね、もうなさ、まあ、ちょっと長いかな。だけどこれ差し込んだら割れるっていうのはどういうことなのっていう話ですよ。怖い。今日寒いから。いやー、にしたってっすよ。なくてもいいんじゃない。なくてもいいと、なくてもいいっていうか関係ないですもん。だってこれ、まあね、バレる直接か。まず、あの風の影響云々の前にもこいつがクソだから。ひどい銃です。